どうも、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクターはサモンです。よろしくお願いします。チャンネル登録者数年齢目標1500人目指しておりますので、もしよろしければ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。さあ今回見ていくのはサイバーパンクエッジランナーズ第9話、ヒューマニティ人間らしさです。そうだもんな、なんか最初から全身機械だらけのやつなんかいねえもんな。人間の心はあるもんな。確かに、いくらサイバーサイコ化しようとも、もう最後の方はね、多分ほとんど残ってないとは思うけど、きちいよな。まあ、まず前回のおさらい第8話、サブ隊のね行かないでっていうのが、まあ、デイビッドとルーシーの両方のことかなっていうふうに俺は解釈した。なんかねー、すげえうつうつとした展開だったな。ルーシーもね、何を考えてるかをねまだ教えてくんねえんだよな、デイビッドに対しても。だけどデイビッドに対してはあれ、行かなくちゃしか言わないし、でデイビッドの方はデイビッドの方で、なんかもうちょっとやってほしいんだって、一緒に仕事をやってほしいんだって言うけど、まあさっき言ってみてルーシーはやっぱりっていうのがあって、っていう状況なんだけど、ファラデーがキーウィに頼んでルーシーをハックでいいのかな、まあちょっと動けないような状態にして、ファラデーがもう気づいてしまったんよな、田中パパはの記憶の中からデイビッドのところを消したのはこいつだろうっていうので、多分やったと思うんだけどね、まあ、楽しみなんで早速第9話見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。やべえな、次で終わるんだよ、どうしよう。はい、あっという間だったな。まあこれ俺3日間に分けてみたんだけど面白い。はい、それでは、Netflix で再生していきます。3、2、1、スタート。ででん、Netflix アニメシリーズ、お茶がなかった。よいしょ。これ今撮ってんのがさ、11月1日の午前9時17分。スーツしか用意してねえんだけど、どうなんだろうな。まあ、この動画投稿する頃にはね、もう北海道いると思うんだけど。服とか何も決めてんだよ。どういう展開になるんだろうかな。あのレジェンドとか出てくんのかね。オープニングの最後の方に出てくるやん。こいつが誰かなんよな。本編開始。やっぱ荒坂だな。
そう。どう起きとったのか、待っとったんやな。お母さん、かっこいい。やべ、やっぱ他にも狙っとるやつおるか。二組目別れとったか。強いやつだったか。もういけないんだよ。やべえな、だいぶ進んでんな。
強っ。使っちゃった。聞いてない。うわー、もうこれが実験だったか。うん。ルーシーが。鼻血が。まあ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 、爆発はしてない。やっぱ出ないんすよ、ルーシーは。
おい、何これ。うわ、ミリテクやん。こっちメインだもんな。開いた。すんの？ああ、騙してんだろ？ここでできるなんだな。多分ファラデーが声変えてやっとんじゃねえ。そう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 。バカでかすぎるやろ。やばいじゃん、これ、レジェンドと同じような状態じゃない？待ってんだよ、だって。ほら、ほら、キーそうなんだよ、待ってんだよ、インストールすんの。ふぅ！そう。やべ。やべ。やばい。そう。そう。そう。
うわ、うわー、やばい。やばい。いや、やばい。おお。ナイス。そう。うわー、やーべえ。やべえな。と同じやね。
次最終回よ。あれか、なんかルーシーの目が赤くなりよったのってファラデーのなんかが効いてたとかかな。まあでもミリテク排除はして、今からやることはまあファラデーを倒してルーシーを助けるっていうのなんだろうけど、これデイビッド死なんか。まあでもな、マックスタックとやり合うんじゃない最後。第1話みたいな感じでさ、あのなんちゃらもっと注意みたいな感じでやるだけのことやろうと思ってたらっていう感じじゃない。そこで違うのはちゃんとルーシーを助けて死ぬとかそんな感じはすると思うけど。うわきちいね。いやーもう次で最終回よ。人間らしく、人間らしくだったよね。ヒューマニティ、人間らしく、人間らしさ。でもやべえよなー、ほんと。なんか書いてあったよね、人間性コストだかなんだか、人間的性コストだったかな、まあ、そういうの書いてあったけどさ、あのほんとギリギリでレベッカが抑制剤打ってくれたから、まあまだ良かったけどさ、あれなかったらもうその時点でやばかったでしょ。で今こうね、装甲をつけた状態でここになんかこう自動でやってくれるみたいなのはあるけど、もう数も少ないしね。サンディビスタン使うなつったのに、やっぱ使う。でもレベッカがねめちゃくちゃいい子なんよな。レベッカがこれでレベッカ死ぬとかなったら俺無理だな。でもうレベッカも好きでしょ、ずーっと前から。いやー次回最終回どうなることやら。うわぁ、マジ。どうすっかな、ちゃんとファラで潰しとかんと、これやべえって。頼むからどういう風になんだろうな。ちゃんと終わるならもうそれでいいんだ、俺は。死なないでくれ、これ以上。もうレベッカ死んだらちょっときついわ。頼む。何もないこと祈ろう。終わろう。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、サイバーパンクエッジランナーズ第9話、ヒューマニティ、人間らしさでした。ありがとうございました。ならね。